こんにちは、しますです。今日は裏側からお届けします。引き出しを作るときに使うスライドレールは初めての人でも難しくありません。釣り算形式よりも簡単です。まず計算の面で簡単で、次に作り方の面でも簡単です。横幅の設定っていうのは結構シビアなんですけども、修正する方法が分かれば何の問題もありません。その辺もお話していきます。今回はベーシックな横付け用のスライドレールを、物の選び方、基本的な設計、実践までを通して初めての人でもなるべく分かりやすいように説明していきたいと思います。種類は山ほどあるんですけども、この基本形について理解しておけばどんなものでも使いこなせると思います。説明の順序としては、まずスライドレールの基本的な構造、あなたにベストなスライドレールの選び方、単純化した設計の考え、実際の取り付け作業とコツなどで、誤差が出た場合の修正方法で、おまけとして前板、化粧板の取り付け、こういうやつですね、みたいな感じでお話していきます。じゃあまずスライドレールっていうのは一体何なんでしょうか。まあこのような形をしていて、こんな風に引っ張り出すことができるんですよ。で、ここに樹脂のボタンみたいなのがあって、ここを押せばスポッと引き抜くことができるんです。この2つのパーツを外箱側、側板側と内箱、引き出し側に取り付けて、これをガッチャンコすれば引き出しの完成というわけです。スライドレールが優れる点としては、ベアリングもしくはローラーを使ってスライドさせるという構造上、実家のタンスよりもスライドの滑らかさに優れます。ピラミッドなんかを作るときに、石を引きずって運ぶのか、丸太棒なんかに転がしながら運ぶのか、どっちが楽かをイメージすると分かりやすいかなと思います。なんで重量物であるほどその恩恵は大きくなり、基本的に耐荷重や耐久力にも優れています。さらに引き出しの先っぽから一番奥まで完全に引き出すことができて、引き出しすぎて落っこちるなんてこともないんです。そんな素晴らしい能力を兼ね備えた長さ450ミリのスライドレールが2本セットで税込み880円。安くないですか？まあ、木山なんかでやる利点はコストが安くなるっていうのはもちろんありますし、釣り山なんかだと腕の見せ所にもなるんですけれども、機能面では圧倒的にスライドレールに軍配が上がると言えるでしょう。まあ今まで全く使ったことがないよっていう人に対して、スライドレールについてイメージしてもらうための Tips を作ってみました。まず引き出しの端から端まで引き出せて使い切れるものが多い。さらにワンタッチで簡単に引き抜けます。精密な構造の割に意外と安い。しかもそれは2本セットの価格。おまけに左右の違いがないので入れ替えて使うことも可能です。お買い上げの場合にはホームセンターで買うと結構割高なことが多いです。あと長さのバリエーションも少ないです。で、数セット買うときは間違いなく Amazon より楽天で買う方がお得です。送料は大体かかりますけどね。で、耐荷重は一般的にこの本体の長さが長くなるほど弱くなっていく傾向にあって、この長さ450ミリ前後っていうのが一番耐荷重が強い場合が多いです。それでは続いて、あなたにベストなスライドレールを紹介していきます。スライドレールの種類っていうのはあまりにも多いです。多すぎるんです。そんなあなたの悩みを少なくするために、ご存知菅常工業ランプの安価かつ高機能な DIY 向けのベーシックなスライドレールに絞り込んで説明していきます。実質2つです。で、おまけは1つ。選択のためのクエスチョン、まず1つ目、重たいものを入れますか。ガラスや磁器の重たい食器類をたくさん積むだとか、2リットルのペットボトルを10本以上入れるかも、重さ20キロ超えるかもみたいな時は、この451社シリーズをおすすめします。最大耐荷重45キログラムフォースの3段引きのスライドレール、これ使ってる人多いんじゃないでしょうか。そんな重たいものは入れないよっていう場合、その場合はこの3618シリーズをお勧めしたいと思います。他に迷う必要はありません。非常にベーシックですごく使いやすくて、金額も安いです。こちらも最大耐荷重 25kg フォースの3段引きのベアリングタイプですね。全部引き出すことができます。というわけで選択肢はこの2つだけでいいと思います。でも、もう1つだけ用意しました。とにかくお金を節約したい、そんなあなたにはローラータイプのスライドレール702シリーズをお勧めします。そんなにお勧めしませんけど、スライドレールにはベアリングとローラーの2種類があるんですね。ローラータイプっていうのは安価ではあるんですけども、引き抜くときにこう持ち上げる必要があったり、こんな風にね、カタカタしてね、動作の安定性でどうしてもベアリングタイプに劣るんですよ。だいぶ劣るんですよ。カラカラって感じで動作するんですけども、ベアリングタイプはぬるって感じですね。使いにくいかっていうとそんなことはないんですけども、実際に使ってると気分がだいぶ違います。コストの差はそこそこあるんですけども、安っぽくてめっちゃ嫌い、好きではない。これは個人的な偏見です。それぞれのスペックを軽く紹介します。まずこの最初に挙げた451社シリーズ、これは安価で耐荷重も高い、 DIY 的には最高位だと思うスライドレールです。3段引きで全部引き出す完全スライドが可能です。で、長さ450の場合は参考価格が2つセットで970円です。その場合の耐荷重も 45kg フォースっていうことで、かなり強いです。まあ、それでもさらにワンランク上の耐荷重のものを探すと、知る限りでは8キロぐらい対応するやつがあるんですけども、重量用と名付けられている銘打ってるもので、安くても4倍以上の金額になります。4000とか超えてきます。なので DIY 的とは言えないと思います。だからこの4518を DIY 向けスライドレールの最高峰としたいと思います。
で、このちょっと細い3618シリーズ、これはね、一番ベーシックなものと考えていいと思います。全部これでもいいかなっていうところです。これも3段引きで全部引っ張り出せるタイプです。長さ 450mm の場合は参考価格は両方セットで880円。耐荷重は 25kg フォース。作業場の引き出しなんかたくさん作るときもちょうどいいです。耐荷重的にも問題を感じたことはありません。まあ、こっちの4518と比べた価格差をあんまり感じないって思う人は、もうこっちの強い方を全部使ってもいいと思います。で、このローラータイプ。これはね、2段引きの4分の3スライドなんで、ちょっと引き残しが発生するんですよ。ここかな。長さ 450mm の場合は参考価格が520円で耐荷重が 20kg。価格は結構違うんですけども、個人的には選ばないですね。まあ選んだことがあるからここにあるんですけどね。ちなみにベアリングタイプの2段引きっていうのもあるんですけども、流通量が少ないせいか3段引きより高かったりするんですよ。なんで選択肢に入らないんですね。で、この3種類の比較っていうのをちょっとリストにしておきます。こういう感じです。一応長さ450のものと想定して書いてます。参考価格はまあこんな感じ。耐荷重はですね、これ450のやつ一番強いんで、他の長さだったら大体これより少し下がっていきます。長くなるほど下がっていく傾向にあります。引き出し量っていうのはまあ450設定だったら左の2つは全部引き出せて、702、一番右の702は360しか引っ張り出せない。なんでまあ10センチぐらい奥に残っちゃうっていうことですね。で、長さのラインナップも見てもらったら、このベアリングタイプの方がまあバリエーション多いですね。まあ、個人的にはね、400から550ぐらいの間で使うのが耐荷重も強めで、まあ一番いいのかなと思ってます。材料のぶどまりも良くなりやすいんでね。で、耐荷重の考え方。カタログにはね、キログラムフォースとかニュートンとかって書いてて、まあ、詳しい人は詳しいと思うんですけども、KGF と書いてキログラムフォースっていうのは、まあ力の単位なんですね。ニュートンも力の単位です。とは言っても 45kgf と書いてあれば、まあそのまま 45kg ぐらいのものを乗せてもいけるんかなっていう解釈で、大やけどをすることは少ないと思います。この耐荷重の計算っていうのは、この引っ張り出したレールのセンターの部分、この部分で計算して出されてるんで、まあ、ここで 45kg と言われてても、この先っぽの方に 45kg の力をかければ、この耐荷重っていうのをオーバーするっていうことになるわけですね。まあ、さらに体重 45kg の人でも体重計の上でちょっとジャンプなんかしたら、一瞬 70kg とかになったりするんですよ。まあそういう瞬間的な力をかけるなっていうことですね。もちろん取り付け方を間違ったりしても、この数値っていうのは低下しますし、1日何回使うっていうのも影響を与えるとされています。DIY の範疇であれば、荷重の偏りだったり、瞬間的な力が多少加わることも考慮して、まあ、45だったら30から35ぐらいで考慮するみたいに少し少なめで設定するぐらいが、まあ、ちょうどいいかな。まあそうそう問題は起こらないかなと思います。じゃあもしこれを超えたらどうなるの？まあメーカーさんの発表する耐荷重っていうのは破壊荷重とは異なるんで、いきなりへし折れたりはすることはないと思うんですけども、スライドの調子が悪くなったり、劣化が早まって最終的には故障につながるっていうことが予想されます。まあ私も結構ヘビに使ってて、まあ数百数千回引っ張り出したりしてると思いますけど、全然普通に使えてます。壊れたことは経験上ないです、まだ。十数年使ったらどうかわかんないですけどね。続いて設計の考えをなるべく単純化してお話していきたいと思います。引き出しを使った家具を作る場合は、入れるものの大きさもしくは置ける場所の広さであったりに制約されて、その寸法っていうのが決まってくると思うんですけども、まあ優先順位は時と場合ですよね。ここではスライドレールの扱いに注目して、簡略化した図を用いて寸法の整理をしたいと思います。スライドレールはこんな風に横っちょに取り付けて使うんですけども、この厚みっていうのはやっぱり計算しないといけないんですよ。で、このベアリングタイプ、紹介した2種類っていうのは厚みが 12.7mm です。この 12.7 っていうのは非常にベーシックな寸法で、やっぱりこういう仕組みっていうのはインチの国から来てるんですよね。まあでもこれを 13mm と考えて設計したら大丈夫です。これが箱の左右に2つこんな風につきます。なんで内箱の外寸プラス 26mm。これが外箱の内寸になってくるわけですね。まあこんな感じで気楽に考えたらいいんですよ。実際は 25.4 なんで 0.6 の隙間ができるんですけども、ギチギチになるより修正がしやすいですし、その修正方法も後でちゃんと説明します。まあでもギチギチになってもトリマーを持ってればストレートガイドを使って簡単に調整が効くんですよ。なんでコンマ単位で攻めても問題はないと思います。まあ他のやつを使うんだったらそれぞれ確認して設計してみてくださいね。で、続いて深さの決め方。ちょっとここは軽く流してもらってもいいかもしれません。少しややこしくなるんで、まあ、ここは自分でやるところだとは思います。まあでもちょっとヒントになるかもしれない話をしてみようと思います。まず引き出しの形っていうのは無限にあるんで、まず前提を決めたいと思います。こういう感じです。まず全ての内箱の有効寸法、実際に物が入る大きさですね。これは同じとします。で、前板。
この化粧の部分ですね、これは後で取り付ける方式とします。うん、こんな感じです。ではまず有効寸法を基準に設計していくとします。例えばね、100ミリにしたいとしましょう。するとね、この図のように足し算をすれば取り付けのピッチっていうのが決まるんですね。で、底板っていうのは必ずあるんで、その厚み分、まあかさ上げ分ですね、これを例えば10だとします。で、前板を前に取り付けるんですけども、少しクリアランスというか塵を取って取り付ける、まあこれを5ミリとしましょう。そうするとピッチはこの足し算になるんですね。取り付けピッチは115です、この場合。これは一番単純な方式なんですけども、棚口算というのが入る場合も多いと思います。まあそういう場合もね、こんな風に計算できます。有効寸法が100であって、棚口算を30ミリをつけるとして、で底板が10ミリだとしたら、まあ、取り付けピッチが140ミリになるわけですね。なので棚口算を入れる場合は、同じ有効寸法でも取り付けピッチが広くなってしまう、より高さを取らなければいけなくなるっていうことですね。で、この取り付けピッチっていうのは、まあインセットの場合、基本的にそのまま前板のサイズになるんですよ。まあそのまま使ってしまえばギチギチでクリアランスがないので、前板の隙間を例えば2ミリにするとすれば、単純に前板を2ミリ小さく作ればいいわけです。するとこんな風に2ミリの隙間ができるようになります。まあ上から下から足し算引き算みたいな感じでややこしいような気がするんですけど、まあ前板2ミリ縮めれば2ミリ隙間ができるっていう風になってます。まあこの辺はさらっと流してもらってもいいかもしれません。で、続いてこの内箱にスライドレールを取り付ける、この位置を出していきたいと思います。これを決めるためには、この内箱の高さをいくらにするか設定しないといけないですよね。で、今までの図を見て、この実際の内箱の高さっていうのは取り付けピッチよりも結構低めだっていうのがなんとなく分かってもらえたかなと思うんですよ。これらは家具の種類であったり、まあ美観的なところにもよるんですけども、これがちっちゃくなるほど干渉する可能性も下がりますし、材料の節約にもつながる、まあこれが一番大事で、軽量化にもつながる、まあ基本的にいいことづくめなんですよ。なので中に入れるものがこういうふうにこぼれる可能性がない限り、なるべくここは低くする方がいいかなって私は思ってます。というわけで、一旦80ミリに設定して、レールの取り付け位置は図のようにします。はい、こんな感じです。80ミリでセンターにレール位置、まあ、ピッチ115に対して箱の大きさが80なんで結構低めですよね。で、まずここでは箱の下から測ってるっていうことに注目してほしいんですよ。下から40です。上から40ではなく下から40です。まあ、下を基準にするっていうのは引き出し作りのセオリーだと思ってもらったらいいと思います。で、なぜ40ミリなのか、これはね、人によって結構取り付け値っていうのは違うんですけども、まあ、メーカーの取り付け例を見てもね、真ん中か、まあ、下か、まあ、その辺につけてる場合が多いんで、これを参考にして私も真ん中かやや下につけることが多いです。まあ、どこにつけてもそんな問題は起きないと思います。あと、この時スライドレールのこの高さっていうのはもう一切意識しなくてよくて、これはただの線だと考えるのが一つのコツだと思います。というのもね、このスライドレールっていうのはインナーもアウターもこのビスの取り付け位置っていうのが一直線上になるように設定されてるんですよ。なんで設計に必要な情報っていうのは一本の線だけでいいんですよ。まあこう下にはみ出したり上にはみ出したりはしないぐらいには気を使った方がいいですけど、まあとりあえず40ミリと決めました。まあ、この40っていうサイズは、引き出しのサイズがいろいろある場合でも全部下から40って統一するのがまあコツかと思います。というのも、底に対して水平な線を引きたいわけですから、こういう毛引きとかマーキングゲージとかを使うと思うんですよ。1回の設定で全部同じように隅をつけれるっていうのが、もちろん誤差が減りますよね。まあ、ちょっと内容が多くなったのでリストにしときます。レールの位置は箱の下端からいくらと設計する、まあ40としました。レールの位置はだいたい箱の中心から下側レールはただの一直線の線だと考える。レールの位置っていうのは箱のサイズが複数あっても統一する、まあこんな感じだと思います。で、続いて前板の収まり方の違い、これもちょっと参考程度に聞いてほしいんですけども、スライドレールは外箱にもつけないといけないので、外箱との位置関係を出さないといけないですよね、内箱と。で、この収まり方もいろいろあるんですよ。まあ図にしてちょっと出してみましょう。まず A、インセットの場合、内側に前板が収まる場合、横から見たらこういう感じですね。前板が箱の内側に収まっているのがわかるかと思います。これは簡単です。もう前板と隙間、全部足し算したのが外箱の寸法になるわけですね。3、4、7です。じゃあアウトセットはどうなるか。
これもね、インセットと同じように有効寸法を全て100取れるように設定しました。そうするとね、こんな風に前板の大きさが一番上と一番下で変わってくるんですよね。まあ、外箱の寸法っていうのは同じ347ですけども、まあ、こんな風になります。でさらにインセットアウトセットが混合した、まあ、こういう形はよくあると思います。まあ、この場合上側と真ん中は113113ときて、まあ、一番下だけちょっと大きい、一番下だけちょっと大きいけども有効寸法は全部同じです。まあ、A のインセットの場合が一番簡単ですよね、計算が。まあ、全て均等に収まっちゃいます。まあ、アウトセットだとね、有効寸法と前板の大きさを全て均等にするっていうのは物理的に不可能なんですよね。 C の混合の場合は一番下だけが大きく見えるけども、まあ、この場合も全てを均等にするのは不可能なんですね。まあ、このあたりどのように捉えてどういうふうに調整するかっていうのは自分の設計次第なんで、まあ、何も言うことはないんですけども、考える上でこの図が一つのヒントになれば幸いです。まあ、初めてやるんだったらインセットの方が設計的には簡単かもしれません。作るのはアウトセットの方が簡単かもしれませんけど、それでは本題に戻って、外箱のスライドレールの取り付け位置です。まあ、さっきの図のインセットの図です。これ赤字の寸法を見てほしいんですけども、ここでもね、箱の下を基準にしていることがわかると思います。こんな風に47162277と全部一番下から取ってます。ほんまは一番下の47とあと115っていうのが分かれば作ることができるんですけども、実際に墨付けするときにスムーズに計算ミスなく作業を行うために私はこういう書き方をしています。定規を一発当てて、そこから47162277っていう風に取れるっていうことですね。で、内箱に対するレールの位置は40ですよね。で、それに対して47となっているのは、まあ、7ミリ隙間ができるわけですね。そこから7ミリ浮くようになるっていうことですね。まあ、この隙間は荷重とかたわみに対する対策になるんですけども、だいたい5ミリから10ミリぐらいで設計する場合が多いんじゃないでしょうかね。まあ、ちっちゃければもっと攻めても全然大丈夫です。はい、ここまで決まれば実際に作っていくことができますよね。実作業に移っていこうと思います。今回例に出して作っていくのは私の事務所の道具収納箱。まあ、ここにね、ちょっとスペースあるんですよ、改装したんですけども、ここにちょうど収まる、まあ、引き出しっていうのを作っていきたいんですよね。まあ、これらを組みながら作業のコツなんかをお話していきたいと思うんですけども、とりあえず図面を出してみましょう。実際の図面はこうです。さっきのはダミーです。まあ、ちょっと複雑に見えると思うんですけども、まあ必要な寸法だけ書いてるつもりです。今回はね、これアウトセットで作っていきます。なんでこうなってるのっていう寸法もあるかもしれないんですけども、まあこれはね、私の手持ち材料とか、まあこのぶどまりとか設置する場所とかいろいろあってこういう寸法になってます。じゃあやっていきたいと思います。それではまず外箱にスライドレールを取り付けていこうと思います。こんな風にね、2つに分かれたうちの太い方、アウター側、こっちをね、こんな風に取り付けていきます。1,2,3,4,5 ですね。で、前提として外箱につけるスライドレールは組み立てる前につける方がやりやすいです。後でもできるんですけど、まあやりにくいですね。棚口算とか入っとったら余計やりにくいです。で、こっちが左側で、こっちが右側で、こっちが下ですね。で、寸法を測るときには、実際のところこういう当て木、木じゃないけどアルミですけど、まあ、こういうの用意して、こんな風に直定規を当てて、でここから42mm、202mm、362mm、477、592っていう感じで取っていくのが正確かと思います。こっちでも点を取って、まあ、何箇所から取った方が正確ですけどね。で、こうやって線を引いていきました。実は取れてなかったんですよね、この作業が。で、この隅に対してスライドレールをこういう風に合わせると穴の中に隅が見えるんですよね。なんでその隅めがけてビシビシビシッと止めてしまえば、まあ、水平に取り付いてくれるわけですね。スライドレールを線で考えるっていうのはそういうところですね。で、取り付けのネジに関してなんですけども、メーカーさんはこういう頭の大きいトラスネジとかバインドネジっていうのを推奨してるんですよ。まあ、でもそれだとどうしても穴の径の違い分どうしても動くんですよね。まあ、人によってそれぞれ違うと思うんですけども、私の場合は 3.5 のサラネジ、こういうのを使ってます。このサラ頭だと円錐型なんで穴にぴったりはまってホールドして動かなくなるんですよね、締め込みは。まあ、その分位置決めっていうのは結構正確に行うんですけども、まあ、こういうね、センター一発切りっていうの、この穴に合わせてグッと押すと、まあ、この穴に先っぽからドリルが出るんですよね。まあ、これ使うと穴のど真ん中に下穴を開けるんで、まあ、こういうのを使うのもありかもしれません。
まあ普通のこういうやつでマーキングしても全然 OK ですけどね。多少ずれたとしても、まあ、水平はほぼしっかり維持したいんですけども、内箱側のレールで調整した方が楽です。というか調整のネジ穴はこの内箱側のインナーのレールの方についていることが多いです。両方についている場合も多いですけども、外箱のレールは1回つけると、まあ、調整がめんどくさいんですよね、やりにくいっていう意味で。じゃあスライドレールを実際に合わせていきます。そうね、こっちが前です。レールの取り付けは後ろではなくて前に合わせます。こんな風にして前にぴったり合わせます。こんな風に合わせて、こうやってスライドしたら穴が出てくるんで、この穴に止めていきます。こんな感じですね。センターに入ってるように見えますかね。センター合ってますね。こんな感じでつけていきます。箱になりました。こんな風にね、なんか後でスライドレールつけにくいっていうのをなんとなく分かってもらえるかなと思います。ここに棚口とかついておったら余計つけにくいですからね。じゃあこの箱の方のスライドレールの取り付けをやっていきます。それではこの内箱、引き出しですね、これにこっちのインナーレールを取り付けるのをやっていきたいと思います。ここにこんな風につけたいわけです。で下が基準でしたよね。で下から今回35に設定してるんですよ。こういうやつで底を基準にスパーッと引いてもいいんですけれども、例えばこの直上着、これはね実は35なんですよね、この幅が。なのでこんな風に下場に合わせて、でこうやって線を引っ張っても35ミリのところに引けるわけですね。まあ実際には上にちょっと1ミリぐらいずれるとは思うんですけども、重要なのは全部均一に引くっていうことなんで、私は結構こうやってやったりします。今回もともとこの35ミリの定規の幅を使おうと思ってこういう風に設計していたわけですね。それでは外箱の時と同じようにこの隅に合わせてこのレールを取り付けていきます。でやっぱりね前面に合わせるんですよ。今ここテーブルに合わせてますけども、まあこう横向いてやる時は、まあ、こんな風に当て木なんかをしてここに当たるように前に合わせるといいかと思います。でここにランプのロゴマークが入ってるの分かりますかね。逆さまになってるんですけども、これって左右とかないんですよ。なんで逆さまになっても問題ないんで気にせず取り付けて結構です。でビスの取り付け手順の正しさ的には、この2つある穴の長穴の方を先にトラスタッピングなんかで止めてしまって、で外箱の方に組み付けて位置を確認してからこの決まり穴の方に打つっていうのが正解なんですけども、まあ、個人的にはね一発でこの穴にサラネジを打ち込んでしまっても、まあそんな問題が出たことはないですね。なんで今回はずれることがないという前提でサラタッピングでやらせていただこうかなと思います。まあ、ほんまやったらね先にこの長穴行った方がいいと思います。
それでは全部ついたので入れてみます。全部入りましたね。動きもスムーズです。今回スムーズに入りましたけど、ちょっと誤差の修正の話をしたいと思います。いざ取り付けた時の結果は主に4パターンぐらいあると思います。まず1つ目がスムーズに入ってスムーズに使える問題のない場合で、2つ目が途中でガツッと引っかかる感じがあるけれども1回入ってしまえばスムーズに動く感じで、3つ目が明らかに狭くて入らないで、4つ目が明らかに広くて入らない。まあ、1番は問題なし、まあ、2番はちょっと微妙ですけども、押し込むことができてスムーズに動いてそれが自分的に許せるものだったら合格として構わないかなと思います。まあ、3番と4番に関してはこれは引き出しではないので修正する必要がありますよね。まず3番の狭くて入らない場合、まあ、そもそもカタログによるとスライドレールの誤差の許容値っていうのは、まあ、こう狭かった場合は両方合わせて 0.4 ミリなんですよね。まあ、でも実際のところもうちょっと許容値は高いような気がします。なので入らない場合はおそらく1ミリ近く、もしくは1ミリ以上ずれてるっていう可能性が高いですよね。なのでこのような大きめのビットとストレートガイドを取り付けて、まずは 0.5 ミリ弱削るぐらいの気持ちでこのスライドレールの片方の幅分削ってやればいいと思います。 0.5 ミリ弱なんでどんだけでかいビットでも全然抵抗なく簡単に削れるんですごい楽です。まあ、どうせ1ミリ近くずれてるんだから削りすぎることもあんまないと思います。こっち削ってダメだったらこの反対側も削ればいいかなと思います。次に広くて入らない場合、この場合はね、まあ、とりあえず一回ここ取り外してこの隙間に何か挟んだらいいだけなんですよ。まあ、一番手っ取り早いのはこういうマスキングテープなんかを何枚か貼り重ねるといいかなと思います。1ミリ近くずれてるはずなんで結構貼り重ねないといけないと思いますけどね。まあ、個人的に広すぎて入らなかったっていうことはまだないんですよね。まあ、そっちの方が許容値が実際のところは大きいかもしれないですね。スライドの感じはこういう感じです。最後のこの押し込み切るあたりでちょっとキャッチが効いてるんですよね。こんな感じです。ちょっとだけ力がいる最初、こういう感じ、こういう感じです。まあ、非常にスムーズで使いやすいですね。で全力で引き出してこういう感じなんですけども、でこれ今結構力加えてます。まあ、こういうふうに手で押す感じでは相当な力かけんと壊れることはないんじゃないかなと思います。一応こいつの耐荷重はここのドセンターで、25kg のフォースですかねっていう感じです。それでは化粧の前板を貼っていこうと思います。それでは特急で作った前板を取り付けていこうと思います。これはポリゴバンでベニヤに G ボンドで貼り付けただけです。前板っていうのは化粧材なんで、この内箱とは違う素材で作ることが多いと思うんですよ。なので基本的に取り付けにはボンドは使わずに、この両面テープで仮止めして、裏側からビス止めっていうのが基本だと思います。このような両面テープで一旦仮張りして、でそれを引っ張り出して裏からビス止めみたいなのがまあセオリーかなと思います。ボンドとかを使ってしまうと、無垢材だったら反ったりするし、まあ、傷がついて交換することもできなくなるんで、まあ、ボンドを使うメリットっていうのはないと思うんですよね。というわけで両面テープを駆使して外から見た時均一になるように貼っていくんですけども、やっぱり下刃を基準に貼っていくんですよね、順番に。で今回隙間が 2mm なのでこういうものを用意しました。これはメラミン化粧板 0.95mm を2つ貼り合わせたもので、まあ、約 2mm の隙間が作れます、これを挟めば。というわけでとりあえずやってみます。両面テープを貼ります。一番下っていうのは大事な基準になるんで、ここに当て木なんかをして合わせてもいいですし、こんな風にそこからなんぼって隅を取ってもいいですね。それで貼ります。両面テープがしっかり効けば
路面テープの力だけでこんな風に前板を保持することも十分できます。前板を両面テープで取り付けるのはいいんですけども、スライドレールっていうのはどうしてもコマの右か箱側が奥に入るようになってるんですよ。なのでしっかり両面テープで止まってくれないこともしばしばあるんですよね。そういう時にはこういうマスキングテープを用意して、まあ、こんな風にまあ、何枚かさんだかな、別にマスキングじゃなくてもいいんですけど、まあ、結構重ねました、まあ、1ミリぐらいの厚みになるかなっていうところです。でこういうのを作って、でカットして、こいつをここにこんな風につけるわけですよ。そしたらここにマスキングテープの厚み部分が干渉して、押し込んでもここのフロント部分がこの側板より前に出た状態をキープできるんですよね。そしたら前板を貼り付けるときに両面テープの圧がしっかりかかるんで、まあ、がっつり止まってくれるということですね、まあ、そしたら両面テープの力だけでここを持って引っ張り出しても前に出てくるっていうふうになるんで、まあ、作業がしやすいんですね。で、まあ、ここにももう一個あるんでこれは反対側にやって、まあ、そうやって貼っていけばスムーズですね。こんな風に白い引き出しの箱は完成しました。ちょっと仮にビスは2本しか留めてないんですけども、実際にはもっと留めた方がいいと思います。このサイズだったらまあね、物入れとして十分活躍してくれると思います。であとは好きな取っ手をつければ完成です。でスライドレールはまあ平行についていればこんな風に全部引っ張り出してもこう前板が干渉したりはすることはないはずです。基本的になんで取り付けの時に一番気にするのはやっぱ平行なのかなと思います。でまあこの辺とか例えばこんな風に違う段入れ替えたりしてもまあ、こんな風に同じサイズのとこだったら入れ替えてもまあちょっとずれてるけどまあ大丈夫っていう感じですね。ここも入れ替えれるかな。あ、入れ替えても基本的につきますね。まあ、スライドレールには今回紹介したような横付け以外にもめちゃくちゃたくさんの種類がありますよね。ソフトクローズとか見えないやつとか底付けとかめちゃくちゃたくさんの種類があるんですけども、一番ベーシックでよく使われているのはこの横付けタイプなんで単価もめちゃめちゃ安いんですよね。なので他のタイプを使おうとすると結構高く感じると思います。この横付けタイプを使いこなせる人だったらどんなやつでも使えると思うんで、まあ、他のやつは特に説明しません。というか横付け以外そんなに使ったことないんですよ。底付けとかはあるんですけど。というわけで今回はスライドレールのお話でした。この動画があなたの DIY の参考になれば幸いです。よろしければグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。